新日本プロレス秋の両国三大タイトルマッチ、ジュニア王者オスプレイとJカップ覇者ファンタズモのジュニア頂上決戦。 US 王座をめぐる因縁対決はノー DQ マッチで激突。G1 で劇的勝利を飾ったサラダが王者岡田に挑む 10.14 キングオブプロレスリング。